はい、どうも皆さん、ヨンサロー、かげまるです。今回も続き、君が死ね、多数決デスゲーム実況プレイやっていきたいと思います。前回ですね、ずっと開いていなかった調理室の鍵を見つけまして、その中で、ついになおちゃんを見つけて、なんとかね、説得、安心させることができました。そして、なおちゃんから受け取った箱の中には、なぜか三島先生の頭は入っていませんでした。最初から取られていたのか、そもそも、三島先生の死とは、一体どういうことなのか、本当に死んでいるのか、すべてが一度謎に振り出しに戻されてしまったような感覚を覚えた中、最後にね、この部屋で、この包丁入れみたいなものを見つけて終わりました。ということで、まずは前回まだ詳しく見られていない2階のあの奥だね、もう一度行ってみようかと思います。さあ、この奥、前回開けたところだね。2階通路奥行ってみよう。あ、レコさん、サラ、レコさん、なお見つけてくれたんだってな。よくやったよ。ありがとう。心配かけて、ごめんなさい。気にすんなよ。無事だったんだから。いや、めっちゃ姉御肌。本当にいい人。めちゃめちゃ頼りになるな。でもな、なお、私たちは仲間だろ。もう離れるんじゃねえよ。仲間。いやか。私のメイクが怖いなら落とすぞ。いや、そういうこと言ってんじゃねえんだよな。そういうこと言ってんじゃねえんだよな。でもそういうとこ好きよ、俺、ナオさん。ナオさんじゃない。レコさんね。私、レコさんのそういうとこ好きよ。違います。嬉しいんです。そっか。いや、よかった、本当に。さあ、あ、そうだ、こっから奥には行けないんだよね。通路の中央には、大きな赤いドアがある。ドアの上には02という数字が表示されている。一体、この数字は何だ？右は？通路の右には鍵のかかった白いドアがある。ドアの上には数字を入れるダイヤルがついているようだ。左、黒いドア。あ、わかった！はい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 、これだ！ 361802。これ白と黒じゃない。黒い扉と白い扉のパスワードなんでしょう。どっちから行こう？白から行ってみる？多分612じゃないかな。ダイヤル回してみようか。ほら、都合よく3桁だもの。6、1、2。はい、完璧。あ、両方開けておこうか、せっかくだから。待って。なんだっけ。380か。開けてみよう。3、80。よーし、開いた。素晴らしい。こういうところはね、やっぱ瞬発力ですよ。このひらめきの。あ、黒の部屋が先になってんのか、この表示的には。じゃあちょっと黒から行ってみましょう。お、真っ暗だね。まさに黒。大きな黒板には何も、書かれていない。なんかライトが照らされてる。照明が黒板の方向いている。電動のシュレッダーが置いてある。書類などを、細切れにする機械だ。中には紙くずが大量に入っている。どうだ、サラ。なんか気になるもんでも見つけたか？これが。なんだ、ゴミだけか。そんな調べるの、調べるだけ無駄じゃないか？この大量の紙くずから、紙くずから、紙くずくって、書類を復元するにはとても時間がかかるな。そうなっちゃうね。ん？僕、それ調べてみるにゃ。銀くん、めっちゃ膨大な時間がかかると思うけど。銀、やる気なのかい？ふん、銀はやる気みたいだぜ。私は終わるまで見守っておくよ。ありがとう、レコさん。いや、もうめっちゃ頼れる。なんだ、銀くん珍しくやる気じゃない。珍しくとも言う。少しずつ銀も元気を取り戻してきたのかもな。ありがとう、銀くん。俺も頑張るよ。俺たちも。さあ、じゃあ、白の方に行ってみようか。ん？なんか明らかに怪しいものがあるな。伸びた鎖の先には手錠がある。手錠。なんだろう、これ。それにこの部屋。空気が重い。空気が重い。ここは、よくないね。
どういうことですか？なんとなく嫌な感じはわかります。教えてください。嫌な感じ？おそらくここで誰か死んだね。わかるの？うっすらと血の匂いがする。ほこりがついてるってことは拭いたのは少し前だね。タイミング的にはそうだな、最初の試練かな。意識すると納得してしまった。消しきれない血生臭さ、本能が嫌悪する空気。気持ちが悪い、吐きそうだ。うわっ！想像するな。限界でしょ、サラちゃん。刑事さん。おまわりさん、この部屋を隅々まで調べてみるよ。サラちゃんは出てな。しかし。おまわりさんを信用しなって。刑事さんに優しく背中を押されると、そのまま私は部屋の外へ出てしまった。こんな何もない部屋で震えるなんて、植え付けられてる死への恐怖を。さあ、白い部屋はもう行けない。あ、行けはするんだね。行けはするんだね。なんもないよな。あんまり調べないでおこうか。奥の部屋は行けないんだよね。02っていう数字が何なんだろうな。あと、そもそもこの中には包丁が入ってたはずなのにないんだよね。さあ、このフラワーは見終わってしまったような気はするな。ソウさん。いや、サラさん。ソウさん、それに、あ、カンナちゃん、大丈夫？疲れてない？頑張りすぎも良くないよ。たまには休んでね。そうですね。まあ、まだ元気かな。あ、休憩したい。あ、なんだろう、休憩したいって言ったら話聞けたりするかな。うわー、迷うけど。サラちゃんは弱音吐かなそうだな。まだ元気ですにしておこうか。みんなが頑張ってる時に休めないです。僕は休憩だって大切な選択肢だと思うけどね。ただ誰に襲われるか分かったものじゃないし、サラさんの気持ちも分かるよ。そうだね、ソウさんは一回襲われてるからね。なんかダジャレみたいになっちゃった。そういうわけじゃないよ、ソウだけに。こっちは意識して言ったけどね。サラさん、一人で一階に行くのはやめた方がいいよ。ですが、あのさ、ジョー君は親友なんだよね。え？親友です。はい、ちょっとバカなところもありますけど、すごくいいやつです。そうか。サラさんはジョー君を信頼してるんだね。ジョーがどうかしたんですか？サラさん、ソウさんは極端に私に近づき、小声で語りかけてきた。あの時の多数決覚えてる？え？忘れかけていたこと、いや、忘れようとしていたことだった。二の試練、三島先生が亡くなったあの多数決。自分の投票を除けば、三島先生が3票、ソウさんとナオさんが0票、他のみんなが1票ずつ。もちろんあんなのは何の意味も持たない投票だ。僕は
ジョー君に投票したんだよ。この意味わかる？ごめん、混乱させちゃったよね。僕たちもう行くね。また後で。本当にそうだとしたら、ジョー君が三島先生に。いや、それは考えづらい。でもそうなんだよな、奈緒ちゃんが三島先生に入れるのも考えづらいんだよな。なんで考え深くなっちゃうね。ジョーは自分に投票していなかった。レコさんが言ってた全員が全員違う人に投票したっていう可能性もあるんだよな。確かに。一回セーブします。はい、セーブしてきました。それでは注意はされたけど、ちょっと一回行ってみようか。一人じゃ危ない気はするんだよな。でも確かに。さあどうしよう、酒場とか行ってみる。あ、ジョー君一人。ジョーは疲れた様子で椅子に腰掛けている。手元の何かをじっと見つめている。声をかけてみる。バレないように背後から覗く。わっと脅かしてみる。覗いてみる。紙切れか、なんかカードのような。あ、待って、まさか。ああ、びっくりした。サラが何を見てるんだ。これ内ポケットに入ってたんだ。これは、あ、そこには私とジョーと涼子の3人で撮った写真があった。カフェで談笑する優しい時間の流れている写真だ。涼子に会いたいか。私は写真写りがいいな。ナルシストだな。ナルシストだなではないな。まあ、涼子に会いたいかかな。はあ。会いてえな。大切な人だもんね。やっぱり、ジョーを疑うなんてありえない。ソウさんはきっと、疑心暗鬼になってるだけだ。思い返した。ジョーは私の家に来たせいで事件に巻き込まれたんだ。まっすぐ帰っていればジョーは今頃普通の日常を過ごしていたんじゃないか。今更だ。自分のことで精一杯だった。ジョーの境遇まではちっとも。あの日初めて涼子ちゃんとデートしてさ緊張して全然喋れなくってよ。なんとなくサラの話になったんだ。え、覚えてるか、サラがカラーコーンに座ろうとして尻を痛打した大爆笑の事件。何それ、めっちゃお茶目な事件。あ、誰にも言わないって約束したじゃないかすげえ焦りよ。あはは、めっちゃ話が弾んでよ。そんで俺と付き合ってくれた理由をなんとなく聞いてみたんだ。え、なんでって。だってさ、俺のことそんなに知らなかったよねそんなこと。だってサナの友達に悪い人いないじゃん笑っちゃうよな。だって俺も同じことを思ってたから。ジョー、涼子ちゃんと結託したんだ。サラを泣かすやつは俺たちが泣かすって。だからよ、そんな泣きそうな顔やめろって。だってジョーは、俺がサラを泣かせたら
りょうこちゃんにぶん殴られちまうだろ。そうだな、ジョー。お前には私をしっかりと守ってもらわないとな。おう、カラーコーン見つけ次第撤去いたします。それは記憶から消してくれ、絶対。よかったよかった、なんか友情を確認できたね。なんか嬉しい。俺も少し休んだらまた探索に戻るよ。分かった、ありがとうね。あ、ゴンベ、久しぶり。おい、地道院サラ、2階が騒がしいようだが何かあったのか。え、様子を見に行きます。見に行って行きます。ゴンベさんは、ふん、ここに残る。放っておこう。これ見に行ってくださいって言ったらもう、いやよとか言いそう。行ってみよう。騒ぎ、多分奥だよね。あ、開いてる。数字がゼロになってる。赤い扉は開かれ、真っ白な光が照らしている。扉のカウントがゼロになってる。2階にいたみんなはまさかこの先に。え、どうしよう、伺ってみるか。中に入るのは危ない、少しだけ様子を。注意深く頭だけ部屋に入れて様子を伺う。すると、はっ、ドンと背中から誰かに突き飛ばされた。な、私はそのまま気を失った。あ、ホエミ、画面にはホエミの姿が映っている。ふんふんふん、皆様ご機嫌いかがでしょうか。ホエミ、他のみんなはどこだ。この映像は事前に撮影されたものです。話しかけてもお答えできませんのであしからず。あっ、メインゲーム。この度はメインゲームへ参加していただき誠にありがとうございます。メインゲーム、あれが会場の入り口だったのか。この部屋は参加者のために用意された控室、最後の晩餐ルームです。ゲームまで料理を堪能していただくのもよし、作戦を立てるのもよし、お好きなように活用ください。何を言ってるんだ。メインゲームを無事にクリアできた方は次のフロアへと進むことができます。やったね。なお、メインゲームが始まっても控室を、お出にならない方はペナルティとして死んでいただくことになります。ご了承ください。次のフロア。メインゲームのルール説明を行いますので、皆様探索の際に手に入れたカードを手にしてこの画面をタッチしてください。カード？これか。豪勢な料理が並んでいる。どうすればいいんだ？カードってこれだよね。ん？あ、カードを手に取りましたね。それでは説明を始めさせていただきます。ルールの基本は至ってシンプル。多数決で1名を選出し、その者が死ぬ。以上です。何がシンプルだ。多数決は2度に分けて行います。ほう。1度目の予選投票では、全体人数の半数が候補者として残ります。現在、11名が、生存しているので5名ですね。この中から決選投票を行い、最終的な犠牲者が決定されます。つまり11人、5人、1人と徐々に絞って犠牲者を決定するわけです。もちろん候補者に残らなかった方も投票自体は参加していただきます。しっかり自分たちの意思で殺してくださいね。やめろ、
やめてくれ。しかし、このゲームには穴があります。我々は意思なき運ゲーを好みません。じゃんけん等で公平に犠牲者を決定するなんてくだらないことは禁止です。そこで皆様、カードを出してください。カード、カードは4種類の役職があります。俺これ前回鍵盤って読んだんだけど、よく考えたら鍵盤の盤って盤の字が違うんだよ。だからこれ鍵盤で合ってたんだよね。恥ずかしい、二度恥ずかしい。一つ目は平民。これは何の力も持たない意味のないカード。二つ目は鍵盤。あ、サラちゃんのだ。なんと犠牲者に選ばれてしまうとみんな全滅してしまう恐ろしい役職。鍵盤は私のカードだ。三つ目は賢者。聖なる占いの力で鍵盤が誰なのかを知ることができる超ラッキーな役職です。持ってる方おめでとう。四つ目は身の代。なんとこのカードだけは犠牲者に選ばれた時だけ生存できる不思議なカード。な、つまり選ばれなきゃ死んでしまいます。ただしいいこともあるんです。なんと身の代だけ投票権を2票持ってる上に、勝てば好きな人1名と一緒に生きて脱出できるのです。なるほど。まあその場合他の方は全滅になりますので頑張ってください。鍵盤、賢者、身の代が1枚ずつ、他は全て平民になっております。しっかり覚えましたね。なるほど、従来のカードゲームにありそうで新しいルール、面白い。待てよ、これってもしかして、つまり最低でも2人が死ぬことになります。皆様死なないように頑張りましょう。そんな、その時聞こえた気がする。隣の部屋から誰かが倒れるような大きな音。どうする？メインゲーム開始までまだ時間があります。この場でご自由にお過ごしください。自由に過ごせったって、料理？食欲なんて湧くわけがない。結局自分たちは誘拐犯の手のひらの上だ。彼女らの意思一つで首は飛ぶ。おそらく出口なんてない。気が済むまでもてあそばれて死んでいく。だったらもうこのまま。不思議なものだ、死を何度も身近に感じた。もう怖がる隙すらなかったのかもしれない。私は死にたくない。この期に及んでもまだ前に進みたい。自分の前向き加減が嫌になる。やるだけやろう。私がしくじったらみんなが死ぬんだ。この最低なカードが私の背中を押している気がする。私は少しだけ水を飲んで、時間が来た。時間になりました。皆様、画面向かい側の、の扉から会場へお迎えください。健闘を祈っております。行こう、メインゲーム会場へ。